いいよよよですよ来年から全国的に学校が教育革命を一足先にですね公立の高校とか公立の中学校、ね、高校で言えば日比谷高校公立高校の中では東大の合格率1位2位を争ってるいつも毎年1位2位1位2位ところが5年ぐらい前からですね新しい校長がボーンと入ってきたその校長は先見の命があって、ね、まだ5年前ですよ 教育革命とかいう話が出る前いや絶対にこれからは今までのような学歴至上主義のお勉強じゃダメだとどんなに東大を送り込んだとしても本当にその,子その子の幸せになるかどうかは分からない私が校長になったからにはねこれからの時代に必要な人材を作っていくその校長が言うにはどんな人材か、ね、ただ学歴があって頭がよくて真面目で優秀なサラリーマンではない これからの時代に必要なのは世界でリーダーとして活躍できる人材を作る自分で考えることができる自分で決めることができる工夫ができるアドリブができるそしてリーダーシップを発揮することができるここが鍵なんです本物のリーダーシップそのために学校を改善しました えまず年間の授業の3分の1学期2学期は学校のね他人の先生がやるんですけども3学期は毎日日替わりで生徒が授業をやるでもう東大受験とかをやめました学歴の高いところの受験高校ではありません言いましたもうね PTA からあるいは仲間である先生から 教師からめちゃくちゃ反発を食らいました最初の1年間。英語の授業は英語以外話してはいけない日本語を話してはいけないその代わりタブレットは持ち込んでもいい本気で自分の未来を良くしたいと思ってるそういう人間だけでいいんだとそういう人間を育成するんだとね調教の場ではない本当にやる気がある人はどん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 良くなるようなそういう興奮にしたいということでいろんなことを アレンジした結果1年目は大失敗に終わりました突然日比谷高校の偏差値がドーンと落ちて大学も全然受からない PTA からはもう大クレームそれでも諦めない先生一人先生一人ずつ口説いて口説いてつまり価値観の共有ですよ簡単じゃないんですよそんな瞬間的にパーンって価値観変わらないでしょ 毎日、ね、酒を酌み交わしながら話をして熱く語ってどんな風にしたいのか今どんなことが世の中で起きているのかで確かに先生たちにも今のまままではまずいいいなという危機感を持っていたこれだけコンピューターがどん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 発達してきてただ頭がいいだけではコンピューターにかなえっこないもんねコンピューターより頭のいい人いますコンピュータータ計算がいいいい人いなないじゃないですか 絶対にコンピューターより正確な人知ってますいますコンピューターの携帯の目覚ましよりも0.1秒早く起きれる人鳴 <laughs> る前にピッて止められる人その分野はもうコンピューターに任せればいいんです、ね、その大昔は頭の時代でもありませんでした戦国時代ぐらいまでは力の時代でした力が強い人戦に強い人 つまり喧嘩に強い人ですよねジャイアンかわいそうだね戦国時代に生まれてたら多分武将になってるよね <laughs> 主人公ですよもう多分ところが機械や道具鉄砲が発明されて残念ながらそれよりも力を持っている人はいないどんなに力が強くてもブルドーザーにはかなわないだから力の時代が終わりましたそして機械や道具にはできないことができるそれが頭の時代だったんですで我々はその時代に生まれたんです だから頭を磨いて頭を磨いてところがまたこのコンピューターによってコンピューターの普及によって頭だけの時代はもうう終わろうとしてますものすごい勢いでいろんなところが人工知能取り入れて窓口なんかそうですよねもうどん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 自分で携帯でもできるようになってきて新幹線の切符でも旅行の手配でも。 必要とされるる人材が変わってくるだその日比谷高校の先生は先見の命があったそれでも大きく変わろうとするときには必ず障害がある必ず摩擦が起きる簡単ではない2年目もうまくいかない3年目もうまくいかない心が折れそうになった4年目ですよ4年目先生の大半たちが校長に賛同し校長室の扉開けっぱなしなの。 でね、えー、授業が終わると子どもたちがうわーってやってきてその校長先生ね学年中の生徒の8割から9割ぐらい名前覚えてんの。まあ、絶対に来ない生徒もいるからね全員は無理なんだけども8割から9割全部名前全部性格も知ってるみんなと毎日喋ってるそしてなんと去年4年目なんです突然また東大合格が第1位公立高校部門で。 私、ね、立のラサールとかいろんなもっと大人数はありますけれども公立高校ではまた突然もう東大なんか目指さなくてもいいって言ってるのに一番何がうまくいったのかっていうと生徒が授業をやるこれが生徒の意欲をまたかきたててい最初の時はみんなプレッシャーで嫌なんだけども一回やるとそ,そもそもが日比谷高校に入るんだから偏差値が高い子なんで教えることの面白さに目覚めたらもう勝手にどん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 よし,よしするんですって。 そうかと思えば中学校でも麹町中学面白いよ担任制度をやめてる担任がいないのどういうこと全員担任全ての先生が全てのクラスの担任という考え方でホームルームは1週間ごとボン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 変わっていくの毎週毎週毎週違うクラス違うクラス違うクラス行ってもう常に全校生徒と触れ合うようにしてやるあと中間テスト期末テストみたいな定期的なテストを廃止 ってなりますその代わり一つの単元が終わるごとに小テストを行うね微分積分っていうところが終わったら微分積分のテストを行うそもそも宿題に対してこういう価値観を持ってて頭のいい子は分かってる子は宿題何の意味もないとできてるかどうかを確認する場でしかないからそもそも授業で授業中で全部分かって問題が解ける子において宿題っていうのは時間の無駄でしかない あと分からない子においては宿題出したところでやってこない <laughs> 宿題そのものに意味がないだったらもう宿題一切やめようその代わり単元ごとに小テストを行おう国語も数学も英語も全部でここが面白いの1回やると例えば60点そのままでいいんだったらその60点がえその人のねその子のね、まあ、学力になるんだけれども申し出れば自分から「先生もう1回やらせてください」って言ったら3日後ぐらいに再テストを受けることができて その間で間違えたところを教えてもらい解けるようにしてそれで100点が取れたらその2回目に受けたのが自分の点になるのこれは強制はないの申し出た人だけが受けられるっていう仕組みそしたらみんなめちゃくちゃ勉強するようになったの教えやっこしたりとかすごくないですか宿題もも出さななないい期末テストとかもやらないなのにに学力的偏差値がドーン勝手に 本質的なもの本質のいよいよ教育の始まりですよ教育の何のために勉強するのか工夫をする自分で考える自分で決断するそれこそが本物のリーダーシップなんですこれ必要ですよ最後までご覧いただいてありがとうございます他の動画もですね 必ずご覧くださいそれではチャンネル登録よろしくお願いします。